様にはキャビネットの中や天板上の荷物の移動をお願いしております。設備担当がキャビネットを解体していきます。今回ガスコンロは再利用のため別のお部屋に保管します。しっかり養生し作業開始です。有資格者による作業でお客様には安心をしていただいております。何か削り取っていますね。これは天板を外すためにコーキング部分を取り除いています。いよいよ天板を外します。大きく重いものは細心の注意を払い全員で作業をします。厚めの養生でお客様の荷物を保護します。職人同士で話し合いをしながら作業は進みます。パネルを剥がしきれいに掃除。メーカー担当者との話し合いも欠かせません。1日目の作業は終了です。あれ、洗面台がついていますね。今回洗面台などの水回りも同時にリフォームを行ったためこのようなご対応をさせていただきました。新しいキッチンを設置して作業は終了。セラミックのワークトップにこだわった素敵なキッチンになりました。